エビリンチャンネル。皆さんこんにちは。今日も愛の寄せエビリンからのエビリン。じゃあ早速いきますよ。先生最近いろんなところにピーリング載せてるじゃないですか。そう、今はピーリングが熱いんですよ。前はピーリング費用対効果が低いって言ってませんでしたか？そうなの。それが最近実はいろいろと新しいピーリングが出てきてね。ピーリングって今まではちょっと皮を剥いてつるっとさせることによって、まあ、その後のレーザーとかなんかこうコスメとかが入りやすくするとかっていうくらいだったんだけれども、最近はいろんなピーリングが出てきてシミを消したりとかいろんな効果が出てきたので、とても実は面白くなってきました。なるほど。では今日はですね、先生にそのピーリングについていろいろ教えてもらおうっていうコーナーです。最新のピーリング事情について基礎から美容クリニックで受けられる種類まで徹底解説してもらおうと思います。やる気ない。じゃあまず改めてピーリングって何ですか？ピーリングっていうのは本来はなんですけれども、肌の表面の角質という、まあ、脳を死んじゃってるけど肌の表面でバリアみたいな役目をしている状態の皮膚、これを薬剤で溶かしてあげることによって、まあ、角質が溜まりすぎてしまうと肌ゴワゴワガサガサになるので、それを程よく剥いてあげてお肌をつるっとさせてあげるということを目的としています。そしてお肌がつるっとすることによって、まあ、余分な角質が薄くなってなくなるので、レーザーとかを当てた時のレーザーの光が通りやすいよとか、我々が治療とかで使うお薬、次に入れたいお薬っていうのが入りやすいよ、そういうふうなことを前処理してあげるような、そんな治療になります。まあ、角質ケアをして肌の表面がつるっとする施術っていうイメージですか？まあ、だいたいそれで間違いない。特に昔のピーリングはね。昔のピーリングはね、イミシーン。イミシーン。いや、そんなんないから。バネが割れました。はい、次いきます。スクラブとは違うんですか？スクラブはこう、スクラブの中に基本的には細かな粒が入っていて、それが肌表面でこすられることによって、まあ、ある意味角質を削り取ってくるから、薬剤で溶かすのとは違ってこう削るからね、ちょっと荒々しいよね。荒々しいらしいです、うん、じゃあ次いきます。ワイルドどうでもいいか。ちょっと古いんだよな。はい、次いきますよ、はい、ピーリングのメリットなんですか？ピーリングっていうのは、まあオールドスタイルのピーリングで言えば角質を溶かしてあげるから、角質が厚くなってる人はそれが薄くなってお肌がつるっとするので、まあ、肌のノリが良くなったりとか、あとは角質が厚くなりすぎると皮脂とかが詰まりやすくなっちゃうから、ニキビの人はニキビが悪化しちゃったりする、これが良くなるっていうのがあります。それから、まあ、その結果としてレーザーとか薬剤とかがより肌の中に入りやすくなるので、次の治療を助けてくれるという効果があります。じゃあデメリットは何ですか？うん、デメリットはね、やっぱり薬剤でお肌を溶かすときに薬剤が強すぎると痛かったり火傷しちゃうことがあったりすることと、あと皮膚のこの皮がね薄くなるので乾燥が強くなったりするとか赤くなったりする人がいる可能性があることですね。まあ、先生こすらないって言うじゃないですか、うん、よく、うん、こうピーリングこすっちゃうイメージがあるんですよ、うん、ビニール肌とか、うん、肌って傷まないですか？まあ、そのクリニックでやるものはクリニックの決まった時間で通常やるし、あとはホームピーリングとかは弱い強さになってるからそこまでの強さはないから、大抵は安全だと思うんですけれども、基本的には安全な範囲でやられてる場合は時間が経てばまた
角質って厚くなってくるので薄くなった角質がずっと薄いっていうわけではないので、多分ビニール肌ってなんかよくわからないけどツルツルしすぎな肌のこと言うんでしょ。よっぽど毎日ピーリングしてますとかじゃなければそういうビニール肌みたいな感じにはならないんじゃないのかなと思いますけどね。じゃあホームピーリングも今いろいろ薬局で売ってたりするじゃないですか、うん、ホームピーリングって結構効果あるんですか。ホームピーリングもですね、私市販のものは知らないけど我々のクリニックとかで、まあ、あの医療先輩クリニックでのみ販売できるようなピーリング剤っていうのはあのクリニックでやるわけじゃなくて家でやってもらうので一応ホームピーリングになると思うんだけれども、それはもちろんやっていただくとツルッとするよ。今市販のホームピーリングね作ってはいるよね。え、今ピーリング作ってるよ。載せていいんですかそれ。多分また怒られちゃうかもしれないけど、うん、はい、途中のやつ、はい、です。かわいいでしょ。色がかわいい。売ってないから作ってしまったやつですね。そういうやつです。あるあるです、うん、ちょっと詳細はねまた今度インスタとかね、うん、ビュートピアで紹介できたらと思います。はい、次これよく聞かれるやつですね、うん、ホームピーリングとクリニックのピーリングは何が違うんですか。クリニックのピーリングっていうのはまあやっぱり医療機関で行う治療なので薬剤がかなり高濃度です。だからピーリングの効果っていうのは、まあ、ホームピーリングとはちょっと比べ物にならないくらい強いものになります。ただあのホームピーリングと違って、ちゃんと医療従事者がこう時間とかを測りながら正しい手順でやるので、トラブルが起きないようにしています。でこれに比べてホームピーリングっていうのはプロではない人が使うっていうことを前提にしているので濃度とかあとは効果とかそんなに強いものだと危ないので安全なような設計になっています。なんかピーリングダウンタイムがあるイメージなんですけど実際どうですか。昔から行われてたピーリング例えばグリコール酸とかサリチル酸のピーリングとかあんまり正直ダウンタイムがないように作られていたんだけれども最近のピーリングは結構強いのがあります。ダウンタイムがちょっと出る可能性があるものとしては最近私が扱っているのだとあのカンパに効くって言われているリバースピーリングとかあと、みんなが大好きなレチノールをピーリングにしたレチノールピーリング、あれは赤くなったり皮がむけたりっていうのがちょっと出る。写真があるそうです。ドドン。結構あれですね、写真見る限りだと大変ですね。まあでもあのすごい他のね治療強い治療レーザーとかの治療とかに比べたら、まあ、まだまだ軽いようかなと思ったりするんですけれども、ただなんだろうなピーリングを終わったらそれだけでツルッとして綺麗っていうのじゃない、もう一段階強いピーリングも最近は出てきてますよっていう感じですね。これさっきも説明してもらったとは思うんですけど、うん、クリニックのピーリングは何に効くの。ケミカルピーリングの種類別の期待できる効果を教えてください。その最近のピーリングってね、一つの何々ピーリングっていうのの中にいくつもの薬剤が入ってるの。だからいくつもの薬剤が混ざり合ってトータルでの効果を出しているっていうような感じになるので、なかなかもうこの成分だったらこれとかって言いづらいんだけれども、私が最近扱っているやつではシミとか肝斑とかが気になっているような方っていうのはリバースピールっていうものをやるといいかもしれない。それからニキビとかが気になっている人はレチノールピールをやるといいかもしれない。それから、毛穴とかハリとかそういうのが気になっている人はミラノリピールとかマッサージピールとかこういったものをやるといいかもしれないっていうふうな、それぞれの症状に応じておすすめするものは違うかなと思ってます。
ピーリング初心者が体験するなら、先生的にはどれがいいですか？まあ、ピーリングの初心者だったら、まずはマイルドなのがいいかなと思うのね。でピーリングって面白いのは、女性の体って面白いなって思うことは、例えば生理周期があるでしょ、うん、それに応じて生理前とか生理中って結構肌って弱くなるのよ。だからその時期だといつもやってるピーリング剤がすごくなんか刺激を強く感じたりとか、痛かったりとか赤くなったりとかっていうのもあったりするので、まあ初めての人で女性の人とかだったら、あんまり強いところから行くんじゃなくて、まあ、徐々に試していくとか、あとはそのクリニックのピーリングの場合、痛いとか感じたら無理せず休む、無理せずやめるのが大切だと思うんで、相談しながら自分が治したい症状に合ってるピーリングをあまり長時間とかしないで調節してもらいながらやるのがいいと思います。なるほど、ピーリングも奥が深いですね、うん、そんな感じで今日はこれで終わりにしたいと思うんですが、はい、先生何かありますか？締めくくりで言いたいこと、アドリブですよ。またいきなりね。いきなりね。いきなり来たね。うん、髪見えてるよ、しかも。ピーリングでいきなり来たない。これだけは言っといてほしい、言いたいこと？うん、そうそうそう。2020年ぐらいからピーリング新時代が始まってます。ということで、なぜかイタリアあたりから新しいピーリングがどんどん届くので、今までちょっとピーリングをバカにしてた人も、ピーリング試してみるといいのが見つかるかもしれないので、ピーリング情報お楽しみに。どこで出すって感じだけど。いろんなとこで出していきましょう。そういうことね。はい、これでもさっきも言ったけどな、ザワンにあるピーリングだと先生の推しメニューは何ですか？今ね、今押せるかどうか、押したいなっていうのはリバースピールかな。ずっと言ってるもんな、リバースピール。そうだってね、すごいのよ。リバースピールって3つの薬を順番に使うんだけどね、うん、それぞれ3つが違う薬が入ってるんだけど、2つ目の薬がね、なんと乳酸が 78%。 すごくない？痛いの？エリリンの作ったこのホームピーリング用のやつ、10% です。やばい、7倍。 78% 大変。痛いかもしれない。あ、人によっては結構ね、刺激が出るかも。だからあの本当にピーリングってさ、あのやったらこう肌触りもつるっとして良くなって、帰る時にすごい綺麗なイメージがあるじゃない、うん、リバースピールはそうじゃないの。あのやったらまずこうなんかね、シミが多いところが肝斑のエリアとか、うん、結構赤くなるの。で、まあ、痛くはないんだけど、その赤みって1日ぐらいは残るから。でさらに数日するとシミが浮いてくるのよ、うん、だからなんか逆に汚くなったみたいな、なんかね本当にこう浮いてくるので、それがなんか取れるっていうか。取れるんだ。そうなの。へえ。じゃあ先生ピーリングやってるのって今はリバースピールですか？うん、そうでね、すごいのよ。そのまだ写真、この前リバースピールやって、1日後2日後に撮った時にブワーってシミが浮いてきてる。こりゃすげえと思いました。それが取れるんだ。そうなの。やってみたい。やってみたいでしょ、肝斑悩む子には。そうですね。種類もたくさんあると思うので、自分に何が合ってるかわからない方はぜひ一度クリニックへ、肌分析にまずはですね、うん、そうですね、はい、肌を見てからじゃなくてわからないですね、うん、来ていただきたいなと思いますね、先生。そうだね。はい、お待ちしてます。今日はこれで終わりです。バイバイ。